はい、本日はですね、ノースフェイスのアルパインライトパンツを5年間履いてみてどうやったかっていうところのお話をしていきたいなと思います。で、僕はですね、アルパインライトパンツを5年前から、2本着用してるんですが、それの劣化具合とか、良かったところとか、その辺のお話をしていきたいなと思うんですが、一番最初にノースフェイスの店員さんに、僕何買ったらいいですかって聞いた時に、一番最初に言われたのが、以前動画でもご紹介してるこちらのクライムライトジャケット、もうこれがまず一番いいですよって言われて、これを買ったっていう経緯があるんですが、これ買ってみてめっちゃいいやんと思って、他になんかいいのあるんかなと思って、2回目お店に行った時に、これめっちゃ良かったんで次なんか買った方がいいやつありますかって聞いた時に言われたのが、今回紹介するアルパインライトパンツ、これめっちゃいいですよって言われて、こちらの2色も購入したっていう感じになってるんですが、このジャケットが良かったんで、もうこれに関してはもう2色買いしようと思って、じゃあネイビーと黒やったら使えそうなんで買いますって言って買ったっていうのが何も覚えてるんですが、それぐらいノースフェイスの店員さんも押すぐらいおすすめのパンツっていうことで、当時5年前やったら結構全然普通に買えたんですけど、今はなんか結構人気で予約しやなあかんとかはあったりするらしいので、実際僕が履いてみた感想とか、そういうところのお話をしていきたいなというふうには思います。なので購入を検討されている方とかが参考していただければいいかなというふうに思うんですが、僕は結構前々から動画でこのパンツめっちゃいいですよってお勧めしてたら、結構視聴者の方で購入された方っていうのが何名かいらっしゃって、ほんまにアルパインライトパンツめっちゃいいですねって言い張る方が結構多かったんで、やっぱ僕だけじゃないねんなと思ったんで、より自信を持ってご紹介できるっていう感じになってるんですが、それこそ細身のパンツで何を買っていいか分からへんっていう方は、もうこれをめちゃくちゃお勧めしたいなと思います。で、その理由というのがですね、いいところをまず言っていきたいなと思うんですが、まず一つ目っていうのがスタイルがよく見える。これは結構細身に作ってあって、もちろんサイズによってはもうちょっとゆったり履けたりとか、逆にサイズを落とせばもっとスキニーっぽく履いたりはできるんですが、僕これ結構おすすめしてて、教員時代先生何人も買ってはるんですけど、誰が履いても似合わんかった人はおらんっていうぐらい、これ誰でも似合うパンツなんで、スタイルがよく見えるっていうパンツになってるかなっていうのがいいところかなと思います。で、2つ目のいいところっていうのが、作る際に立体裁断で作られてるっていうところになってるんですけど、このアルパインライトパンツってもともと山岳用に作られてるので、より動きやすくっていうのが考慮されて作られてるので、何回もテストとかしてるらしいんですけど、この膝のところっていうのが実は立体的に作られてるので、平面でペタンと作られてるわけじゃなくて、いかにももう足を通してるような作りになってるっていうところも、もう履いた瞬間からこう馴染むっていう感じになってます。よくパンツとかでこう平置きでペタペタに置いてて、広げたらほんまにこの肩がぴったり残ってて、履いてもなんか折っててんやろなっていうか、こうペタンコなっててんやろなっていう形見える時ってあると思うんですけど、もうこのパンツに関してはそれがなくて、もう履いた瞬間から自分の足に立体的な形が出るようなパンツになってるっていうところが、いいところかなと思うので、それがスタイルの良さにもつながってるんやとは思います。で、3つ目っていうのがですね、抜群のストレッチ性っていうことになってて、見てもらったらこれぐらい伸びるっていう感じで、もちろん横だけじゃなくて縦にも伸びますし、斜めにも伸びるっていうことになってて、もうどこの角度にも伸びるっていう感じなんで、本当に足を広げたりとか、足を開脚したりとか同じなんですけど、そういう時とかでも全然苦にならずに動けるっていうことになってて、よくスキニーパンツとかってストレッチ入ってるってよく聞いたりすると思うんですけど、大体そういうのってこうタグ見てもらったら、ポリウレタンっていう素材が入ってるんですが、このポリウレタンっていう素材が 5% くらい入ってるだけでも結構ストレッチがあるっていう感じになってるんですけど、これはですね、ポリウレタンが 10% も入ってるっていうことで、さらにストレッチ性が効いてるっていう感じになってるので、普通のスキニーパンツとかのストレッチ性と比べると、もう比べ物にならないぐらい動きやすいかなというふうには思います。で、4つ目っていうのがですね、私服でも履けるし、スポーツ用でも履けるっていうところになってて、私服とかやったらそれこそちょっとスポーツミックスっぽい感じで合わせたりもできると思いますし、逆にスポーツとかやったら、これもともと山岳用で作られてるので登山としても使えますし、クライミングの際もこれはストレッチが効くので、足とか開けたりしても使えるという感じになってますので、使える幅は広いかなというふうには思います。僕はちなみに基本的にあんまり私服では履かないんですけど、どっちかって言ったらよく動くシーンとかの方がより機能性が発揮できるんじゃないかなとは思います。ですが別にフォーマルなシーン以外やったらどんなシーンでも履けるんじゃないかなと思います。
で5つ目っていうのがですね、こういうポケットがジップが全てついてるっていうことで、例えば大事なものをポケットに入れたりしても、こうジップを閉めておけば落ちる心配はないですし、それがこっちの右の方もそうですし、左の方にもジップがついてて、さらに後ろのポケットにもジップがついてるっていうことになってるので、計3箇所のポケット全てにジップがついてますので、まあ、貴重品とかはこの中に入れておけば落ちる心配はないので、ランニングの時とか携帯入れてみたりとか、あとまあそれこそ私服で履くときに鍵入れておいたりとかっていう感じで、まあ、男性はあまりカバン持たない方多いと思うので、まあ、そういう方にはこういうポケットのジップっていうのは重宝するんじゃないかなと思います。で、あともう一つちょっと言い忘れてたんですけど、このウエストもゴムでできてるっていうことになってるので、まあ、基本的にはこのボタン外してジップ外して履くっていうのって、まあ、基本的な流れやと思うんですけど、僕は一回もこういう履き方したことなくて、もうジップも閉めたままで、でボタンもつけたままで、この状態で履いたり脱いだりできるっていうのも結構便利になってるので、結構脱ぎはぎがめんどくさいパンツってあると思うんですけど、まあ、これはめちゃくちゃ楽に履いて脱げるので、まあ、これもいいところかなというふうに思いますので、これも一つ足しておきます。まあ、僕はですね、これを5年間あの夏場以外はほぼ毎日履いてるっていう感じで、まあ、夏場はショートパンツ履くのであんま履かないんですけど、まあ、秋冬春っていうのはもうずっとこれを履いてるっていう感じで、よくあの僕の動画をご覧いただいてる方はご存知だと思うんですけど、本当に Vlog とかでもしょっちゅうこういうの履いてるってますので、まあ、それぐらい気に入ってるパンツっていうことになってます。じゃあ逆にあの悪い部分っていうのがどこなんかっていうところのお話をしていきたいなというふうに思うんですが、僕が5年間履いてて、うわここ悪いなっていう部分はですね、正直不満はなかったです。ただ僕じゃなくてこのパンツを履いてる人の実体験とかのお話を聞いていくと、あそんなこともあるんやっていうのがあったんで、まあ、そのお話をしていくんですが、僕の友達で、まあ、教員の友達なんですけど、このパンツを履いて、まあ、体育館でスライディングしたら見事ここに穴が開いたっていうことがあって、やっぱり素材がナイロンで作られてる 90% ナイロンなので熱には弱いので、摩擦とかあと火の粉とかがあればすぐに一瞬で穴が開くっていうことになってますので、まあ、その辺はちょっと穴が開きやすいとか摩擦に弱いっていうのは注意かなというふうには思います。まあ、ただそこもですね、修理はできるので、ちなみにその友達はここに膝に穴が開いたのは1000円ぐらいで修理できたって言ってたので、もちろん穴の大きさとかによっても値段は変わってくるんですが、まあ、そんな感じで修理もできたと言ってました。で次がですね、まあこれは悪いところというか劣化っていう感じになってくると思うんですけど、もともとこのパンツ自体がもうそのポリウレタンっていう伸びる素材を使ってるので、寿命がだいたい3年ほどって言われてるんですが、まあそうやのに5年持ってるっていう、まあすごいパンツなんですけど、まあ、3年ぐらい経てばやっぱりこう伸びてきた部分が戻らなくなってきたりとかしますので、まあそこは仕方ないんですけど、まあそれとこの後ろの方のお尻の方にやっぱ毛玉とかは結構もう出てきてるっていう感じになってて、まあ、これも毛玉取りとかで取れば全然問題ないとは思うんですが、まあ、こんな感じで、まあ、ちょっと毛玉が出てきてるかなというふうには思います。もう5年も履いてるので、まあ、いつ寿命が来てもおかしくないっていう感じではあるんですけど、まあ、5年履いた僕でもほとんど不満はないので、まあ、それぐらい買ってよかったなと思うパンツにはなってます。で次のまあ悪い部分っていうのがですね、まあ、これは悪い部分っていうかどうかちょっとわからないんですけど、もともとこれって撥水効果があるパンツになってて、水を弾くっていうのがあるんですけど、もうこれぐらい洗濯とかもう何年も着てたらもう撥水効果っていうのはもう全くないので、もう水に濡れていくっていう感じになってますので、まあ、その辺に関してはまあ仕方ない部分っていうか、撥水加工はどうしても取れちゃうんですが、まあ、もし嫌なら自分で撥水加工はつければいいんですけども、まあ、その辺も仕方ない部分というか劣化かなというふうには思います。でちなみに撥水加工の付け方っていうのはまた洗濯動画とか出してるので、まあ、気になる方はそっちを見ていただければいいかなというふうに思うんですが、まあ、そんな感じでこれを5年間履きましたというお話になってます。はい、ということで、まあ、いいところと悪いところっていう感じのお話だったんですけども、本当に誰が履いてもまあかっこよくなるパンツというか、誰が履いてもスタイルがよく見えるパンツになってますので、まあ、あとは本当にサイズ感を大きくしてちょっとダボっと履いてみたり、細くしてさらにスキニーっぽく履いてみたりっていう感じの、まあ、違いかなと思うので、まあ、最後は着用動画で見てもらって終わりにしたいなというふうに思います。ちなみに僕は M サイズを着用してるんですが、 L やとちょっと足元にクッションができるっていうか、たるみができるなっていうのがあったんで、5年前は M サイズを購入したっていう感じになっておりますので、 M サイズのブラックとネイビーの着用を見てもらってお別れしていきたいなというふうに思います。ではですね、先に挨拶をしておきたいなと思います。見てもらってありがとうございました。
back at me. I don't know what happened. Yes, we weren't meant to be. I know we had problems.